今度一緒にピクニックとかってどうですか。アニオセヨ、茨城県から来ました、みんなの彼氏マサオイムニだ。これってアフター詐欺ですよね。ちょっと僕のこと動画撮ってもらってもいいですか。はい、僕座ったままでいいですよ。わかりました。回してるんで、はい、僕のこといいですか。すぐ終わるんでいいですか。行きますね。もう始まってるんですね。あ、はい、行きますね。友達にキャバクラ行くのやめなって言われたよ。4月1日にドンペリ入れたら一緒にアフターしてくれるって言ったのに全然言ってくれないよね。 LINE もブロックされたので、この動画を Twitter で拡散してあなたが見てもらえるようにします。もし連絡返してくれなかったら君のお父さんとお母さんどうなるか分かるよね。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。あ、大丈夫です。 あれに出てた方ですか。あ、よく似てるって言われるんですけど、違いますか。はい、違います。違うんです、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。動画撮ってくれてありがとうございます。うん、ちょっと今日実はYouTube の企画で、うん、気持ち悪い動画撮ってもらったらどういう反応するかなみたいな感じでちょっと企画やってて、モニタリングしてたんですね。モニタリング、そうなんだ。あちらからちょっとモニタリングしてていや、お姉さんたちがめっちゃ笑ってくれていい表情してくれたんで、はい、リアクションをYouTube 使わせてもらってもいいですか、今の流れ。モニタリングをいやだ、ね、あ、ダメですか。ダメ。すごい多分いい感じだったんで、でも あの距離からの撮影なんで、こんな感じなんですけど、はい、遠いですか。まあ、結構遠いですね、あの距離なんで。うん、確かに。いいですか。めちゃくちゃ広角レンズとかじゃないですか。あ、多少はズームしてますけど、ただまあこの距離ではないんで、ただもちろん許可取んなかったら僕ら使わないんで、もし OK いただければありがたいなって。私は全然大丈夫。いいですか。あ、ありがとうございます。ちなみに今日は何されてるんですか。ピクニックです。あ、ピクニック。お二人で。はい、今日は僕らちょっと撮影できたんですけど、はい、今度一緒にピクニックとかってどうですか。え、今じゃなくて。え、大丈夫。あ、ピクニックしても大丈夫。あ、今だったらいいですか。あ、今だったらいいんですか。はい、じゃあこれって脈ありですよね。マサオ。あ、じゃあマサオと申します。はい、マサオと申します。はい、知っててくれてます。知ってます。あ、じゃあ今度アフターとかどうですか。アフター、あ、怖い怖い。あ、まあ一応全部ネタです、ネタです。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。で、LINE の交換とかはあ、ダメですよね、もちろん。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。